これもメソポタミアのウルクという有名な都市のエアンナ神殿という地区の図面ですが最初はもう一つの神様を祀ってたと思われるような小さなものが主なのですが大規模な神殿コンプレックスになると様々な神様を祀った神殿地区が発展してきて、まあ、その周りをこう、まあ、市街地が囲んでいるというそういうふうな構造になっております。 おそらくここに祀られている神,神はその最も重要な神がその都市の神様でありその神様の眷属がたくさんここへ祀られているものと思われます。これはそのメソポタミアの最も美しい神殿と言われているウルクのアヌ神殿というものでこの表面にはさまざまな美しい色をした えー、石を使ってごしょ、うん、大変華やかに飾り立てたものもありそれからそれとは別に仕上げるものがありますこの「ウルクのあヌ神殿」というのはその真っ白に仕上げた神殿の一つであります。